フレディもしくは三兄弟という歌です。フレディあなたと出会ったのは繁華をヨースコー沿いのバンドで、あなたは人力車夫を止めた。フレディ二人で初めて行ったレストラン、三兄弟を抜けてフランス疎開へとランデブー。あの頃私が一番好きだった三兄弟のケーキ屋を覚えてる。ヘイゼルとのおじいさんの No.
金の音は響くはずだったけれど、綺麗な花束を。さて、こんなに素晴らしい演奏を今日やってくださいまして、僕らを本当に助けてくださっている方々をご紹介しようと思います。まずそちらからブラスセクションの方々です。どうぞ拍手を。そして一番向こうになりますが、パーカッションの方もちゃんとついておられますので、ドコドコドンという非常にティンパニーがかっこよかったりなんかするんです。それからこちらはストリングスの皆さんも構えてくださいました。そしてあそこでさっきから一生懸命こう手を、別に手を単に振ってるわけじゃなくて指揮をしてるんですけども、服部克久さんです。服部さんには今日の僕らがお送りしている曲全部のアレンジ、ステージ上のアレンジもお願いしたりなんかしました。でも本当にありがとうございました。次第にコンサートも終わりに近づきまして、今こうやって今日のメニューを見ますというと、あと2曲でお別れというところまでやってまいりました。そこで2曲ほどこれはバイオリンを使ってやりますので、つなげて曲つなぎ、ありがとう、曲続きで、やろうかとこういうふうに思うわけです。まずやっぱり一番最後はレイの得意中のやつを、あれをお送りすることになっておりますので、そして最後の前に